注目のピット離れですが、本番レースは互角、どうやらスタート点地とは変わって枠なり進入ということになりそうであります。先ほどの11レース勝った片岡正弘が白星量産体制、予選は残すところこのレースと明日1日のみ、ならばここは負けられない戦いであります。第12レース予選競争ブルーナイター選抜、1号艇三島誠司、2号艇篠原俊夫、3号艇塩田雄一、4号艇重成和人、5号艇福田正和、6号艇中岡健人、以上6選手の対戦です。依然として展示タイム上々の数字を叩き出しています1号艇三島誠司、今日の1走目も2着連帯としまして、ここまでオール3連帯をマークしています。そして持ち前のしぶとい走りが光ります2号艇篠原俊夫、2コースに、3コースには3号艇塩田雄一です。今日の1走目も手堅い走りで2着連帯としました。あとは白星が欲しいところ、3号艇塩田、ここまでがスロー。本番レースは4コース枠番守った4号艇重成和人、今日の1走目警戒ターンでまくり出し白星をマーク。5号艇福田正和、こちらは3連勝から今日の1走目2着連帯とオール2連帯キープ。6コースに6号艇中岡健人、大物食いなるか。12レース予選競争ブルーナイター選抜、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。センター勢スタート優勢、3コース3号艇塩田がトップスタート、2コースから2号艇篠原も攻めますが、1号艇三島が逃げる、3号艇塩田がまくる、切り込む2号艇まくり出し、いったのは4号艇重成、バックストレッチ、先頭争いは割って入った4号艇重成がわずかにリード、1号艇三島誠司も立て直し、判定審査2番手、3番手争いは3艇横一線、2号艇5号艇3号艇の攻防、12レーススタート正常です。一瞬にマーク内から4号艇重成先手、切り込んでいく1号艇三島誠司、サッシャンドル届いた、ここで先頭争い1号艇4号艇両者が並んだ、立ち上がり4号艇重成が判定士覗くが、1号艇三島もへさきを残す、1号艇4号艇今度は内に1号艇三島、外に4号艇重成です。外を牽制しながら1号艇三島、つけ前狙う4号艇重成ですが、内から受け止めた、ここで一歩前に出たのは1号艇三島誠司、しかし一定審査離されません、4号艇重成が2番手、定冠相手3番手、単独は3号艇塩田雄一、上位体系は143となっています。直線コースでここで3艇身先行した1号艇三島も角度をつける4号艇重成のスピード差し、 V 際ギリギリ、しかしここは1号艇三島誠司がリード、1艇身差までまた詰め寄ってきた4号艇重成和人、3番手は3号艇塩田雄一、1番4番3番最終周回、内から閉鎖器をねじ込む4号艇重成を絞り込んでブロック1号艇三島、すぐさま開いて切り込む4号艇重成ですが、ここもわずかに1号艇三島が先頭キープ、しかし2艇身差です、4号艇重成和人、2番手追走、3番手水が空いて3号艇塩田雄一、1番4番3番でラストコーナー、内から捉えるか4号艇重成和人も、もう一度絞り込む1号艇三島に、再度開いて切り込む4号艇重成和人、しかしわずかに先頭を守った1号艇三島誠司、上位体系は143でゴール、先頭1番三島ゴールイン、2着4番重成ゴールイン、3着3番塩田ゴールイン、5番福田ゴールイン、6番中岡ゴールイン、ラスト2番篠原ゴールインです。